皆さんこんばんは。第7回目が始まりました。ランニングショット、今夜も素敵なゲストとともにですね、楽しいトークをお届けしたいと思います。早速ですけども、素敵なゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは、サウンドエンジニアでレコーディングスタジオナチュラルウェーブ代表伊沢武さん、ウェーブデザイナーでホットパイロット代表坂井田清和さんです。どうぞ、はい、いらしてください。どうもこんばんは。お忙しいところありがとうございます。すいませんね、寒いのにもう、はい、お呼び立てしまして、なんかさっき久しぶりですよね。いつ以来ですかね。秋、あ、ちゃうわ、伊沢さん僕スタジオ行かせてもらいましたもんね。はい、まあまあ、まあ時間もございませんので早速ですね、まずなら伊沢さんのお話からですね、伺いたいなと思うんですけども、まあ伊沢さんはですね、サウンドエンジニアで、はい、レコーディングスタジオナチュラルウェーブをですね、はい、生駒市でされておられるんですけども、まあなかなかね、一般の方々にはですね、なんか分かりにくいお仕事だと思うんで、あ、はい、まあ、具体的にどういったどのようなお仕事の内容なのかちょっと教えていただけたらなと思うんですけど。あ、はい、まあ、これマイク入ってます、入ってます、はい、まあ、音源制作で、はい、僕は音楽を作るんではなくて、ミュージシャンがいて、でその音を普通に聞けるように処理をしていくという、はい、ことですね。であと、まあ、ライブの PA とか、ははは、は、音響ですね。なるほど、ね、とかをやったり、まあ、それがお仕事なんですよね。はい、まあ音楽に例えば携われたきっかけとか何なんですか。あ、僕音楽というかそういうものに、エンジニア業っていうものに興味を持ったのは、はい、まあ、小学校の時にビートルズを知って、あ、はい、まあ、そこからビートルズのレコーディング読本みたいなのがあって、レコーディング、はい、をどういうふうにやったかっていうのがあって、うん、それを読んだのと、僕の友達がそういうのすごい詳しくって。あ、そうですか。もともとはだからオーディオマニアから入ってます。あ、なるほどね。ほんとは、まあ、ビートルズの、から影響をかなり受けたという。そうですね、ビートルズはものすごい僕の根底にある。はあ、ちなみにビートルズで好きな、メンバーとか曲とかあります？メンバーみんなやっぱそれぞれ個性あってすごい好きなんですけど、ええ、曲作るのやっぱポールの曲の方が僕はダイナミックな感じがやっぱ好きです。ポール・マカートニーこの間大阪来てたじゃないですか。はいはい、行かれた、行かれ、行かれなかったですか。行けません。もう最後やって言われてるのに。いや、でもいろんなとこからね、話は聞いて、あれね、言っとけばよかったなと思いましたけどね。まあ今度最後や言われてる、最後最後ってずっと言われてますけど、ローリングストーンズなんかも来ますし ね、 ストーンズもね。でも大阪来ないんですよね、ストーンズ。あ、そうなんだ。ねえ、東京ドームだけなんですよね。来たら行くのになと思いながら。あ、やっぱりあれですか、坂井田さんなんかでもビートルズとか影響された。僕は、ね、結構みんな周りがビートルズだったんですけど、僕はジャーニーですね。ジャーニー、うわ、アメリカンロック系が懐かしいな。ジャーニー言うたらあれじゃないですか、セパレートウェイズ、もう一個前のエスケープの時代から。あ、そうですか。そうですか。僕もジャーニー結構好きやったんですよ。ベストヒット USA、小林克也のね、はい、はい、大好きでしたね。懐かしいな。ほんで、まあまあ何の話でしたっけ。そっか、ビートルズに影響を受けたりですね。そうですね、はい、だから、まあ、作曲なんかもやっぱり曲作りとかもやっぱされてるんですか、伊沢さん。僕はですか、はい、僕は一切できません。あ、そうなんですか。無理ですね。うん、はい、まあ曲作りされてんのかなって僕なんかは思ってたんですよ、そういう、まあ、それはやっぱりそこに長けた、ね、うん、方のミュージシャンというのがいますので、それのサポートというか。なるほどなるほど。作曲された、
方のサポートっていう言えばいいんでしょうかね。はい、そのなるほど、うん、まあ料理でいう、うんうん、料理人みたいなもんですね。だから素材はミュージシャンが、うん、あの素材であって、はいはい、それをまとめて、うん、あの和風にするか中華風にするかっていうのが僕の仕事かなと思いますね。そういうの方が分かりやすいですね。初めてだんだん理解してきました僕も。そうですか。ライブとかも結局生ですけれども、うん、生で調理してみたいな。なるほどね。かな。なるほどなるほど、はい。まあ、そういうものはみんなこう見ておられる方もあそういうことなんだっていうの分かってくれはるかもしれないですね。はい。そっか。でも、まあ、今ねやっぱりこう今の音楽業界の現状なんですけども、はい、まあ、今 CD が売れないじゃないですか。そうですね。ね、はい、まあ、某グループなんかはビックリマンチョコ商法みたいなことしてますけどもまあこの売れない時代、まあ、なぜなんでしょうかね。今の現状とかどうなんですか。まあ、どうなんでしょうかね。そこがすごい悩むところですけれども、ええ、僕もやっぱり音楽がただで入ってくるという状況があってそんなに音のクオリティを世の中求めてないなっていうのは正直あるのかなとは思いますが、ね、うん、やっぱりインターネットが出てきたっていうのはかなり大きいことですね。それはかなり革命的なところですよね。はい、まあまあ、こんなあれですけど簡単に YouTube だなんやらでやっぱり、ね、聞けたり、そうですね、撮れたりそこでまあ満足してしまうというのがね。やっぱ CD が売れないんですよね、はい、結局 ね売れないし、ライブとかもやっぱりお客さんがね、うん、少ないんで、うん、やっぱライブ少ないですか。どんどん少ないですね。あ、そうですか。あんまりこんなね、マイナスなことは言いたくないんですけど、いやいやいや、もうねやっぱりもうどんどんなんかそういう楽しみ方が少なくなってきてるかな、うん、まあ、こっち側サイドもいろいろ考えなくちゃいけないところはあると思うんですね。うん、ね、去年の CD の売り上げなんか見てると、はい、あ、これが日本の現状なんかっていうのを見て、はい、ちょっと寂しくなっちゃいましたけど、ね、まあ、でも CD の版として売れてるのは、うん、日本が世界では一番多いらしいです、ね、そうなんですか。はい、もう世界ではダウンロードが一番多いですね。そうですか。だけどこう CD の売り上げなんか見てるとアイドル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 じゃないですか。ちょっと寂しいですね。寂しいですね。音楽好きの人からね。だからちょっとやっぱりなんかこれはどうしようもないんですかね、これからの時代は。インターネットがある限り僕が思う、やっぱその欲し知ってる音楽がみんなのところに届いてないだけなのかなという気はしてるんです。なるほどね。僕が思う、うまい歌手たくさんいるじゃないですか日本でも、はい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 、そういう方が出てこれなくて、はいはい、で、まあ、アイドルとか歌のちょっと下手やなっていうやつが売れるじゃないですかあれどうなんですかあれ見ててまあね、うん、まあ現実は現実です、ね、まあね、まあ、うまいアーティストいっぱいいるでしょ。残念な感じはね。残念ですよね。出てきてないことはないと思うんですけど、うん、それが世の中にどう伝わってるかっていうのは、うん、なかなか難しいところかな。そうですね。でやっぱりそこで知ってもらうとやっぱりこのミュージシャンのライブにも行きたいなと思ってライブも増えるんでしょうけど、音楽番組もやっぱり少ないじゃないですか昔に比べて。ねえ、で、うん、大人が聞くに耐えへんような音楽がやっぱりこうね、うん、あ、世の中にこう蔓延してて見る番組もそうじゃないですか。そうです ね聞くのもちょっと寂しいかなっていうのでマニアックな世界になって細分化されてるのは確かにあると思うんですけどね、うん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 、確かにね多様化してますから ね、 ね、まあ、うん、某アイドルとかね、うんうん、結局こんなこと言うていいんです。あ、いいですよ、いいですよ、こんなもん僕の番組ですからもう何やったら言うてもうてもいいんですよ。 CD をね、もう何、うん、まあ、箱ごとポンとこうやって、はい、
ある券だけもらって、そうそう、あとはもうね、あともうほかしちゃうとかね、あれはちょっと、うん、オークションで売ってたね、え、あれはちょっとひどいなと思う。オークションで売るのもまあなんですけどね、うん、ちょっと寂しい、寂しいですよね。あかり覚えますね、覚えますよね、やっぱり音楽に携わってあったらそら握手券、それはね、さっきも言いましたけど、ビックリマンの中のシールが欲しいがために、ね、中のお菓子ほかすようなもんじゃないですか。そうですね、子供の時ものすごいあの、うん、怒られましたもんね。ねえ、俺あれはどうかなと思うんですけど、なんなんてあの法律に引っかからないんですか、あれは。まあ、あの売り上げをね、上げてくれて、うん、その経済回してくれてるというか、ああそうですか、いいんじゃないですかね。なんか公取に引っかかりそうな感じもしますねけどね、ギリギリなんですかね、あれ。いや、まあ、問題はないとは思うし、そういうやり方もあってもいいと思うんですけど、そっちに全部ブレてるのがちょっと寂しい、寂しいですね、確かにね。我々世代って似てるじゃないですか。伊沢さんはいくつ？43でしょ。坂井さんは45です。45、はい、で僕今年の46ですね。僕も今年46なんですよ。あ、そうですか。だから同い年じゃないですか。はい、ね、だから世代的にはもう一緒で、聞いてるもんとか見てきたもんも多分一緒だと思うんですよね。うん、そうですね。で、上手い歌手も最近おらんでしょ。あんまり。あんまり。まあまあ僕ね、あ、うん、ぶっちゃけた話、ね、ほんま上手いアーティストおらへんなったなと思うんですけど。上手い、なんていうんですかね、音楽的にそうピッチが、ね、うん、あってとか、そういう上手い人はいっぱい出てきてるんですけど。あ、そうなんですか。上手い人は売れてないんですかね。まあね、そうですよね。味がある人が、そこがよく分からんですけどね。僕例えば、今の清志郎さんとかね、はいはいはい、はあ、もうね、あの世界観がものすごい、そう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 、あの今の清志郎さんとか、例えばサザンオールスターズなんかも、はい、うまいか言われたらうまないじゃないですか。そうです ね、やっぱり世間一般的なそう思われるんですよ ね。だからやっぱ世界観を作り上げてはるじゃないですか。それがまあアーティストだと思うんですけど、はい、僕ね、こんなん言うと怒られるかもわからないけど、ドリームズカムトゥルーっていうの、こんなん怒られるのかな、はい、うまいと思えんですけど。でもやっぱ世界観、あ、そうなんですか。僕はすごいあるなと思いますし、あ、そうですか。やっぱドリカムという、ええ、あのこれぞドリカムという音はあると思います、ね、うん、あ、そうですか。だって この間のね、紅白見てても声出てないしね、え、音狂うしみたいな感じで、俺この人ほんまにうまいんかなっていうのはずっと思ってたんですけどね、うん、いや、すごいやっぱ独特な世界観を持ったはずなのとは思いますね。なるほどね。そうですか。あの坂井田さんなんかはお好きな歌手とかおられました？うまいなと思わはる人とか。そうですね、うん、まあ、あのアイドルでも、はい、あのまあね、ファンの人とかいるんであんまりないですけど、うん、嵐とかうまいかなと思うね。ああ、そうなんですか。あの、うん、アイドルの中でも、うん、ちゃんと歌えてるアイドルと、うん、全く歌ってないアイドルがいるじゃないですか。あ、口パクと言われるやつですか。はいはいはい、はい、だから結構歌える人にはいい曲もいってるのかなって、うん、ね、あ、そうかそうか、うん、あれ口パクどう思われあります？いや、言いにくいよ。いや、いいですね、もうそんな口パク。いや、あの、うん、やり方っていうのは変ですけど、ええ、見せ方なんでしょうけど。あ、そうですか。あのやっぱりダンスパフォーマンスの出し方だったら、あ、やっぱり歌うのは大変でしょうし、うん、まあそうですね、まあ、あの濃い格好してるような、うんうんうん、まあ、ミュージシャンとかね、うん、そういうのをやっぱりその場でやるのってのはやっぱ生でやるのってのは大変なことですね。ありは作品としては僕はありだと思いますけれども、別にそんなこだわりなく、もっと、うんうん、内容のいいものがあればというところでしょうけど、あのパフュームとかキャリーパムパムいうのはあんな完全口パクでしょ。あんなキャリーパムとかはね、うん、あの見てて可愛らしいなと思うから、ね、あ、そうですか。あ、あれはでも作品としていいんですね。すごいやっぱり、あの耳に残るキャッチーな、うん、
な感じで、あー、なるほど、そういうとらえ方だとは思いますね。あのね、僕ね、いつも思うんですけど、歌手の上手い下手って僕日本で一番難しい曲ってね、はい、あの君が代や思うんですよ。あ、君が代は難しい ね、 ね、で、はい、君が代歌わしたら歌の上手い下手分かるなって思うんですけど、あ、うん、で、はい、要はあのサッカーとか国際試合になったら君が代歌手が出てきて歌うじゃないですか、はいはいはい、あの時にこの人うまいなって思ったんが、僕天童よしみと松崎しげるだけしかおらへんですよめちゃめちゃうまいなって思った。 あとなんかカスみたいなのヘッドやなと思って聞いてるんですけどまあいいですよ、この部分では何やばい方向にあ、まあいいです、はい、まあ、僕、まあ、歌がうまい下手っていうのは、その、はい、まあ、音楽って結局聴いてて心地いいか悪いか、気持ちをこうどう動かされるかっていうところなんで、うまい下手っていうのはあんまり、気にしないっていうか、それだけその人の感情なり、要は聴いてる人にぐさっと刺さってくる。それは歌だけに限らず、ね、演奏者、あのミュージシャン全般に言えるところだと思うんですけど、で、まあ、僕は結局それをどれだけね、そういうものを引き出せる録音なりライブなりができるか、心地よく歌ってもらえるか、なるほど、ああ、そうかそうか、が、まあ、仕事なんで、あれね、シンガーソングライターみたいなの出てきてるじゃないですか、はい、要はね、まあ、例えばミスチルとかいっぱい出てきませんか、はい、であれって自分の歌える歌しか歌わへんで、人の歌って歌わしたら、まあ、大したことないじゃないですか、うんうん、まあオリジナルにやっぱり超えるのは、ね、相当難しいと思いますね、はい、ねえ、だからあれもなんかいろいろ原因あんのかな、みんな喉で歌ってますよね、腹から出てませんよねあれ、まあ、ねえ、みんな人多いなと思って僕いつもテレビ見ながら思ってるんですけどそれカラオケが普及したからだと思いますね。あ、そうですよね、だからリズム感のある若い子は増えてますよね、はい、確かに、で、ね、うん、でそういうなんていうのかな、感情がやっぱり乗っかりにくい、乗っかってるような歌い方をしてる人は少ないというか、表に出てきてないのかな、あ、逆にそれが必要ない世の中になってるって言われたらもうそれまでなんでしょうけど、ね、そういう感じはしますね。なるほどね、あの歌い上げる、歌い上げるというか、だからね僕日本人、日本人やったら僕はあの上田正樹とかね、あのもんたよしのりとかあと優香団好きなんですよ、あの辺やっぱり入ってくるんですよね、自分が好きなように歌ってるっていうのが変ですけど、だからもうそのままあのその人がポンと出てきてる感じだから、受け入れられるんじゃないですかね、どっかにそう、マイクこれすみません聞こえてますよね長さんあの伊沢さんの声聞こえますよ、はい、まあその人なりが出てるから余計に、要はあの昔のね関西ブルース系のミュージシャンとかもね、やっぱり、人なりが出てるからやっぱり受け入れられるという、ね、やっぱり魂で歌い上げてはんのかなと思うんですけどね、そこですね、そこですよね、結局ね、その世界観作るか作れへんかいうのも、ね、気持ちっていうところですね、だから僕らの仕事でも一緒ですわ、そうです、ね、工芸とかそういうのもね、それはあのクリエイティブな仕事をされてる方ってみんなそうだと思う、ね、そうですよね、はい、まあなんとなくあの僕も納得してきたかなだか僕が、まあ、これ言うとちょっとあんまり用ないかもしれないですけど、はい、商業音楽的なものっていうものと、はい、うんうん、まあ、そういうものとは また別ではないんですけれども、まあ、聞いてて皆さんがそれは感じるところなのかな、そういうのはある、なるほどなるほど、某アイドルとか、は要は歌が売りじゃないんですよね、彼女らのキャラクターが売りで、その後に音楽がついてくるから、あのやっぱ音楽好きの人とかは
違和感を感じる、感じるけど、ね、まあ、僕らなんかあれ見てて、まあ、アイドルやからいう割り切りはあるんですよ。そうですね、うん、うん、だからそこで割り切っちゃってて、そこがシェアを伸ばしてること自体が、うん、どうなのかなっていうちょっと不安感に煽られるというところでしょう ね、うん、ね、それがもうなんか日本の CD のランク見てたらそういうところがばっかりなんでやっぱ不安になりますよ ね、 でその中では僕この間のあのアマちゃん、はいはい、ね、アマちゃん、うん、まあね、まあ、あの某放送局っていうのは、はいはいはい、ええ、あれのテーマソングとかやってた、うん、音楽ね、総監督やられた方っていうのもものすごいセンスあるなと思って、ね、あ、ね、そこをうまいこと利用して、うん、で音のあの音楽的なクオリティっていうのはすごい面白いこといっぱいやってますし、ね、あの方はものすごいな。僕ね、あのアマちゃんのテーマね、もう耳について離れんのですよほんまに。それがやっぱりすごい音楽だと思いますね、うん、そうですね、はい、あのアマちゃん出てくるあの、まあ、それメインテーマもしっかりなんですけど、はい、あの中で挿入歌で歌われてるあの潮騒のメモリーって僕もあれもくる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 頭回ってるんですよ。で知らんうちに口ずさんでるっていうねそれがやっぱりすごいですよね。うん、あのコンセプトもものすごいですし、やっぱりすごいなと思いますね。なるほどね。そうですか。まあまあなんとなく僕今伊沢さんにいろいろ諭されながらねえ、まああのだからまあスタジオ、まあこの間僕生駒伺った時に、はいはい、まあいいスタジオ持っておられるじゃないですか、あれ。まだあのスタジオされたきっかけとか経緯とかなんかあるんですか。もうあそこで戻っていう。ああ、まあ、あのじっくり音楽を作る空間っていうのがやっぱり今少ないというか、うん、時間に追われて、ね、制作をしていくという形が多いんですけども、はい、やっぱり予算がね、つかないですね、うんうん、僕はなんかゆっくりじっくりこう音楽を練っていきたいなと思って、はい、そういう場所を作れたらなっていうのが、なるほど、ね、基本的になって、うん、長い間聴いてもらえる音楽というのがね、うんうん、やっぱり一番いい音楽なんじゃないかなと。なるほどね、うん、で、まあ、作られたと。そうですね、自分でそれでまあ作れる時代になってきたっていうのが、ね、あるので。なるほどね、うん、まあ、まあ、先ほどお聞きしたんですけど、まあ、尊敬してるアーティストはビートルズとおっしゃる、ね、まあ、ビートルズ、今なんか他に尊敬されてるアーティストおられるんですか。伊沢さん、うん、もうミュージシャンは基本的に僕すごいみんなリスペクトですか。リスペクトはできると思うんですけれども、すごい、うん、そうですね、うん、あんまりこのミュージシャンが好きとかっていう、まあ、職業柄いろんな音楽を聴いてるのがあるの で、ええ、で曲自体にやっぱり、まあ、音楽の始まりっていうのはまあビートルズなんですけれども、はい、曲自体にやっぱ惹かれていくっていうのがすごいあるので、あんまりそのミュージシャン、どのミュージシャンが好きとかっていうのは、うん、自分の中では作らないようにしてます。あ、そうですか。なるほどなるほど、はい、あの坂井田さんなんかお好きなというか、はい、アーティストおられます。アーティスト、あ、ジャーニーとおっしゃってたんですけど今この人はええなあ。今はどうですかね。あのサラ・マクラフラン、サラ・マクラクラン言いにくいね言いにくいですね。めっちゃこれ新しい、ちょっと前のあのちょっとヒーリング系のね人なんですけど、それをよく聞いたりしてますね。あ、そうですか。最近はもう YouTube で、うん、あのその時の気分によって、あ、なるほど、聴く曲が変わったりしますね。あ、そうですか主にどんな曲を言うのかあります。ジャンルお好きな、ジャズやらブルースやら。そうですね、うん、まあ、元々あの伊沢と一緒にあの放送局にいたことがあるんですけど、はい、その時に取りためた CD を今でも自分で聴いたりはしてますね、うんうん、そうですか。癒し系の癒し系、いや、なんか伊沢さんちゃうわ坂井田さんほんまに癒し系好きそうなもう無あの歌なしの、はい、ね、あ、まあ、どっちも歌も好きですけどね、ええ、はい、曲のない
森の中でよピー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 って言うてるようなとこで仕事してはるような感じやけどねえ、あの坂井田さんの声もいけてますはい、もしあれやったら、あの坂井さん、あのマイクに近づけて喋ってください。それで入ってますか。はい、なぜ、うん、どうですか、まあ、まあ、今ね、注目のアーティストとかおすすめのアーティストとかおられますこの人ええでっていう、もうあの今押されてるアーティストでもいいんですよ。伊沢さん、あ、それは難しいですね。難しいですか。やっぱりいろいろね、うん、あのミュージシャンといっぱい交流してるんですけど、本当にだから聞き手というかお客さん、リスナーの方にはやっぱり自分がこういろんな音をなりね、曲を聴いていいなと思う人が一番あれだと思うんですけれども、うん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 、もう、うわいいなっていう人っていうのをいっぱいいすぎて、あ、いすぎて、そうですね、うん、どうチョイスしていいか分からないんですけれども、ね、あ、そうですか、はい、だからそういうの人をどんどん知ってもらいたいのはあるんですけれども、うんうんうん、まあ、あの奈良のアーティストもね、たくさん、そうですね、奈良でも、まあ、あの国士さんとかね、ちょっとやらせてもらったりとかしてますけれども、ええ、すごい世界観あって、うん、僕がね、基本的に好きな音楽っていうか、ミュージシャンなりっていうのは、うんうん、あの音楽自体は、すごい、音を聴いてて、映像が浮かんでくるというか。はい、すごい想像力をかきたてられる、うん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 、音楽の聴き方って結局元は映像がないわけですから、ええ、あの流れてくる音、うん、ライブを見に行ったミュージシャンがいるっていうのはありますけれども、映像が基本的にないところからの想像力だと思うんで、うんうん、その想像力をすごいかきたてられるようなサウンドっていうのはすごい好きなんですね。あ、まあ、まあ、奈良にもね、たくさんアーティストもおられて、例えば、伊沢さん、音楽のイベントの企画なんかもされてるんじゃないですか。あれは僕、仕事が受けてる側なんです、ね、あ、受けてる側なんですか、はい、あのなんか先日もあの高野宏さんのライブもなんかされてましたけど、あれはどういった経緯で、はい、あれは僕の知り合いが高野さんのツアーコーディネーターをしてて、はい、うんうんうん、で僕はそれにその彼から頼まれて一緒にツアーを回ってくれということで回らせてもらったという、ね、そうですか、はい、まあ、なあの奈良にね、音楽イベントっていうのがほとんどないじゃないですか、はい、そうですね、まあ、まあ、あのピアノのイベントとかなんか無地行くなんやらとか、はい、まあやってますよね、ありますね、で若草山でもなんかやったりしてますよね、うん、あれ、はいはい、ね、はい、まあ、そんなんはあるんですけど、なんか本格的なやつってあんまりないように思うんですけど、あ、どんどんしていただきたいなと思うんですけど、きっかけあればちょっとね、そういう方向もなんか僕の、まあ、ブレーンになっちゃうんでしょうけどね、奈良から奈良で奈良にいっぱいいいミュージシャンを呼んできてっていうのはちょっとすごい楽しそうですね、うんうん、ねえ、ねえ、そこ奈良でね、あのいい音楽、質のいい音楽がね、聴、はい、けるようなイベントがあったらいいなと思うんですけど ね、で奈良のアーティストもね、いろいろこう紹介できてっていうね、はい、そんなんあればいいんかなって。なんか奈良っておとなしめでしょそうですね、おとなしいですよ ねえ、音楽は盛んなんですよね、昔から音楽好きな人はいっぱいいると思うんですけど、ね、ええええ、ピアノを持ってる家が日本一とか、あ、そうそうそう、そうなんですよね、そうそう、聞いたことありますけど、ピアノ持ってるのが奈良県が全国で一番なんですよね、ええ、で、それで奈良ピーなんでしょうね、きっとね、そういうことか、奈良ピーなんですか、奈良ピーっていうイベント、イベント、うん、あのピアノの毎日放送やってるやつですかね、あれ、そうですね、毎日放送ね、ちょっとなんか今度もやらはるんでしょ、あれ奈良ピー、あ、そうなんなんか松下ゆき、ああ松下ゆきでしたっけ、ああ松下奈緒、奈緒か、あの
だいたいゲゲゲの女房、ああの人が、あの人奈良出身じゃないですか、生駒の、ね、はい、で、はい、あの人ピアニストやから奈良ピーであるんですよね、なんか聞いてますわ、うん、そういうイベントあるんですけどねなんかガッと来ませんね、ガッと奈良イベント、音楽イベント、あ、うん、奈良出身のアーティストも多いんでしょ。奈良出身のアーティスト誰出るんですか。ジタリンジン、ああジタリンジンもそう、ジタリンジンね、あれ同い年ですよ。本当ですか。我々僕知ってますな、知ってる、郡山なんですよあれほんで生徒会長やってやがったんですよあれ、マシーです他いてますよね。あの英語さんとかね、あの奈良出身で入りました英語さん。川島英語さん。あ、英語さんね。はい、あとまあヒットしてた最後の雨っていう中西康さんとかね。あと誰いてましたっけ。まあ、アイドルですけど、二人ぐらいいてますよね。アイドル。あの堂本剛くんと。ああ。奈良ですね。ね。ほんであと城島茂。TOKIO のね、あいつね、あいつね、あの軍中なんですよ、軍中、郡山なんですよ。で、あのうちの後輩がね、おい城島、おい何買うてこい、何してこいって言うたらね、はいはいって言っとったんですよあいつ。ほんでね、あの卒業式の日に警察来るぐらいのね、女の子来てね、ほんで城島ってすごいやつやねんなって、そこでみんな気づいたっていうね、うん、もうジャニーズ、もうその時ジャニーズだって、結構有名やったんですよね、あれ。あとカゴちゃんいてますもんね、モーニング娘。のカゴちゃんが あれいてますやんか、青山テルマ。あ、そうなんですか。高田ですやん、へ、結構いてるんじゃないですか。そう、だからでも青山テルマで一発で終わりましたねあれなんでしたあの歌ね、ちょっとそばにいるよでしたっけ、もうそばにもいてへんなりましたけどねもうほんまね、まあ、どこ行っちゃったんだろうっていう思うんですけども、まあまあだけど奈良にもね、そういうアーティストの方がちょいちょい出てきてますんでね。そうですね、うん、結構ワールドワイドに活躍してる人も結構いるんで。あ、そうなんですか、はい、どんな方おる。和太鼓やってるね、ヤマト、ヤマトさんね、うん、あとまあ、代表的なところだと和太鼓大和とか、ね、うんうんうん、あそこはね、飛鳥の大和さん、もう世界回ってますもんね。そうですね、年の3分の2はもう世界ツアーですもんね、海外ですね。え、そうすごいですわ、うん、結構あの探していけば結構海外ではいる方とかね、うん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 、そういう人がちょっとやっぱり、うん、日本の中でもちょっとみんな聞かれるようになるとすごい、うん、いいんじゃないかなと思うんです、うん。あの要お寺とかでやられたりしてますよね、あの、はいはい、薬師寺とか、ね、東大使ってね、はい、あんなとかやってはるんですけど、もっと来はったらええのにと思うんですけど、いろんなアーティスト、ねえ、やりたがミュージシャンとしてはやりたがってる人いっぱいいると思うんですけど。あ、そうなんですか、うん、ってところでしょうね。あ、そうなんですかそんなもん客呼べんやったらね、え、客呼べんやったらの話ですけど、エグザイルとか呼んだったらええんですよねめっちゃめちゃ来ますがな、こんな人ね。え、ちょっとでもなんか合わないですよね。合わないですよねまあどっちかというと千の風になってぐらいの感じですもんね、あこで歌うんやったらね。そうですね、ねえ、谷村新司とかね、なんかあの辺じゃないですか、大体さだまさしとかね、うんでもなんかあれじゃないですか、あの東大寺でさだまさしのコンサートとか、あのやってはるんだ。まあまあ、あの谷村新司のコンサート言われてもなんかピンときませんやんかなんかもっと海外のその観光客の方が見れるようなのとか、はい、うんうんうん、そうするとすごいあれですね、あのもっと世界に発信できるかなっていう、気はしますね。あの平城宮跡やったらめちゃめちゃ広いじゃないですか。あそこはね、でも、うん、無理なんですよね。あ、無理なんですよね。あれ商業的なことはできないんですよね。あれね、うん、
あっこでやったらもう何万人と入るんちゃいます、うん、ねえ、もったいないスペースですね。もったいないスペースですね。あれ僕はあそこを初めて見て奈良に行きたいなと思って、なんかちょいちょいね、あのライブハウスとかにはあるじゃないですか、いろいろそこ、はい、ビバリーヒルズとか、なんかあるじゃないですか。何でしたっけ、あこの新大宮のところの、ユンズあれ何でしたっけ、新大宮の、あみんな聞いてはるあのあれ何でした、あの箱、ネバーランド、ネバーランド、はいはいはい、あそこになんかゴールデンボンバーが来たりとかね。ああそうね、最近ね、で以前やったらあのネバーランドのちっちゃい話し場のとこにサザンオールスターズ来てたじゃないですか。へえ、ね、そんなん来てるんですよ、ちょいちょい闇で闇で闇で来とるんですわあれね。だからこの間の高野さんとかも、そういう意味ではビッグネームのね、有名な方なんでね、でやっぱりまあ、ツアーも全部そういう小さなところっていうのはいいんですけど、はい、お客さんと近い位置でライブをしたいということで、でこの間は宝徳寺っていうね、奈良町にあるお寺でライブをやらせてもらったんで、なるほどね、そういう流れは今すごいあるみたいですね。あ、そうですか、はい、どんどん来ていただきたいですよね、アーティストの方、奈良にね、ほんで見てみたいです。そうですよね、でまあ、いろんなそこで観光、奈良に観光している人とかでもね、どんどん軽く入っていけるような、要は奈良って夜あんまり遊べるところじゃないですか、楽しめるところ、そうですね、でそういうところもあってもいいのかなという、あのなんやいろんなイベントを打つより手っ取り早いんちゃいますだからいっぱいスペースあるじゃないですか、 そうですね、そこへ例えばエグザイル呼ぶわミスチル呼ぶわとか言ったら人何万人できますやんか、で夜も泊まってくれませんか、ね、奈良に金も落としてくれませんか、 そうですね、それが一番手っ取り早いんちゃいますねえ、いろんな人がやっぱり人がいっぱい集まるっていうのは ねえあのいろんなイベント奈良でこの頃夜増えてきましたけど、僕手っ取り早いな思うんですけどね確かにねえまあまあ、まあ、今度は今後はですね、またあのどういう方向へ行かれるんですか、伊沢さんとしては展開としては。まだあんまりねあれなんですけど、日本の音楽がもっと世界中に流れるような、はい、世界中、今日本の文化というものがすごいね、はい、クールジャパンですね。そうですね、注目されてるじゃないですか、はい、それをどんどんと、もっと盛り上がっていったらというか、海外の人にもっと日本を知ってもらいたいんですよね、なるほどね、でそれは音楽しっかり、文化なんで全てね、はい、いや文化が売れるっていうのは変ですけれども、そうするとやっぱりそういうクリエイティブな仕事、ミュージシャンなりアーティストなり、はい、まあ、がもっと潤ってもらえるようなね、そうですね、世の中になっていったら、すごい平和な世の中になるんではないかと、ね、やっぱり音楽はね、いやいや音楽ってね、ほんまスポーツもそうですけど世界共通でね、誰もが、誰も幸せにできるコンテンツというのかね、昔は日本語というものが、海外の人からすると、音楽的に受け入れられないということをね、はい、よく 聞いてたんですけども、実際今テレビのね、アニメソングが海外、外人が日本語で歌ってるとかね、そういうの実際もうあるわけですから、それはもう超えたのかなと、で日本語の響き自体はものすごいやっぱ綺麗に聞こえるらしいですね、海外から、まあ、そういうことがちょっと表に出していけるというか、どんどん出していける、もうインターネットはやっぱネットがあるから、出すことはできるんですけど、それをどうみんなにキャッチしてもらえるかということが ね、 そうですね、僕の仕事とはちょっと全然違うんですけど、そういうことができたらどんどんもっと幅が広がるんではないかなというのは思ってますね。わ、はい、かりました。僕もこれディアズならやらせていただいてね、次の目標は、伊沢さんにプロデュースしていただいて CD デビューということでやってみたいなと思うんですけどね。これ言うたら大体なるんです
まあ、あの音楽の話はね本当にまだまだお聞かせ願いたいんですけど、まあ、あの続いてね、坂井田さんのお話を、はい、いよいよ行きましょうか。まあ、あのウェブデザイナーで、はい、ホットパイロット代表の、まあ、坂井田清和さんなんですけども、はい、まあ、坂井田さん、あのウェブの関係のお仕事がやっぱり主なんですかね。そうですね、もともとは伊沢と同じ畑にいまして、はい、で僕の方は挫折組で、音楽やめてから、はい、ちょっと自分の夢をもう一回考え直したと、でデザイナーになるっていうよりも何か新しいことしたくて、うん、パソコンを習い始めたんですね。パソコンスクール でそこからどうせやったら自分で作れるものを見つけたいなと思って、うん、ウェブデザインのまた学校に入ったんですけど。あ、そうですか。はい、まあ、プロになるつもりはあまり初めはなかったですね。はい、はい、もう今ほんだらお仕事はの内容としてはもうウェブデザインがメイン、デザインとあとネットショップの、ネットショップね、はい、アドバイザーみたいな仕事ですね。はい、他にその NPO 法人の理事もされてますよ ね。どういった内容のお仕事なんですか。若干離れちゃったんですけども、はい、今ちょっとまた新しい活動をしようかなと、スタート前なんで、はい、あんまり、うん、詳しく言えないんですけど。あ、いや、はい、言っていただいてもこれほとんど見てないので大丈夫。一応、まあ、子供関係ですね。はい、そっか。まあ、いろいろご活躍されてますよね。活躍したいんですけどね。まあ、ほんだらその会社を立ち上げられたそれまでの経緯っていうのはもう音楽からそういったパソコン関係に移られて、もともと夢が2つとかありまして、はいはいはい、音楽っていうのと、もう1個飛行機のパイロットになりたいという夢があったんですね。はい、で音楽をちょっと、迷った時に、うんうん、もう1個の夢に挑戦したくなって、はい、ちょっと海外留学のために、はい、ちょっと何年か頑張ったんですね。あ、そうですか。で向こうのアメリカに行ったんですけど、アメリカで出会った人 と、このソフトウェアを作るっていう、はいはい、ちょっと会社を立ち上げた経緯で、そこからウェブデザインを本格的にやり始めた感じ。今度パイロットの方は、はい、一旦ちょっと置いといて。パイロットは身が悪かったので、仕事にはできないっていう、あるらしいですね、あれ。ね、僕もこの間会ったんですよ、そんな人。ね、はい、全日空のね、パイロットされてる人で、はい、で目が悪いから言うて、辞められた人言ってるんですよ。で、まあ、他の部署に回されたんですけど、やっぱり飛行機乗りたいかなとか言うて、違うお仕事された人やっぱしおられて、やっぱ目が悪くてできないんですってね。目は維持しないといけないし、うん、でも勉強も結構しないといけないので大変やと思いますね。はい、もうだから、まあ、飛行機でもそういう旅客機に、はい、なる乗りたいという。いや、アメリカの航空留学っていうので、うん、セスナの、あ、セスナのライセンスを渡ってきたんですよ。あ、そうですか。本当はもう、はい、セスナの名前月光とか言うんじゃないの。横山康みたいな。ああ、ね、文鎮師匠ぐらいですよ今本当に。八尾空港貯めてんの。ああ、はい、かっこいいのありますね。ほんだらセスナは乗れる。セスナはもうだいぶ経ちますんで、うん、ペーパーパイのことですけど。あ、そうですよ。すごいな。セスナ乗らせていただきたいですよね、伊沢さんね。ぜひぜひ。いや、ほんまに、うん、ほんだら旅客機とかは乗りたいっていうようなあれはなかったですか。乗りたいですね。乗りたいですけど、うん、もう何個も上のライセンスっていうか、あ、そうですね、経験がいるみたいなので、うん、まあ、1回ぐらいやってみたいですね。あ、ね、1回ぐらいやっていただいて、片桐機長みたいに逆噴射していただいて。大変なんです。懐かしいですね、片桐機長っていうのはね。昔その関連の映画で逆噴射家族ってのありましたよね。そんなまたおでもいいですけど、今ふっと出てきたんですよ今。
で、まあ、あのネットショップの企画とか制作運営されてるんですけども、はい、あのね、僕も、まあ、僕も含めてなんですけど、はい、ネットショップをねこれからやっぱ始めたいんですよ。あ、はい、で またされてる方もいてると思うんですけど、やっぱりもっと知ってほしいというか、こう、ね、こう収益上げたいっていう方もおられると思うんですよね、はい、ネットショップでね。でどうやればそのうまくネットショップでこう成功するというのか、なんか秘訣ってあるんですか、うん、僕それ聞きたいんですよ。ちょっと前だったらあの結構これがっていうのが言えた時代があるんですけども、結構難しいですね正直今。あ、そうですか。もういっぱいありすぎということですか。そうですね、もう本当に成長しちゃったっていうか、成長まだ段階の時は出せば売れる時代っていうのもありましたし、楽天とかヤフーっていうのもあの何店舗出すかで、はい、あのどんだけ利益上げるかっていう計算も できたんですけど、今も集客自体があのその当時のものがなかなか使えなくなってきてるので、逆にあのまともになったのかなって あまりにもこう異常なぐらいの売れ方もしてたので、うん、僕なんかもう春からね、はい、早速ネットショップ立ち上げようかなと思ってるんですよ。あ、はい。で例えばね、はい、ヤフーでした方がいいのか、楽天でした方がいいのか、あるいはそのショップサーブみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、やった方がいいのか、何を使って個人でする方がいいのか、最初どうしたらいいんですか。今、面白いと思うのが、去年の12月ぐらいから、はい、ヤフーの0円っていう、あのニュースでも、はい、いろいろ言われてたと思うんですけど、まあ、そのロイヤリティがゼロ、立ち上げる、のに今までお金がかかってたのが、月々も、まあ、売れた分、お金も発生するっていうところは今ゼロ円っていうのがやっぱり、まあ、魅力っていうか、立ち上げやすいと思いますし。あ、そうですか。で楽天も変わると思うんですよ、ヤフーがそう動いたので、はいはいはい、どう動くかっていうところを今見られてる人も多いと思うんですけど、だからまあヤフーよりはあの楽天の方がちょっとハードル高いんですけど、ただあのまだまだやあの楽天の方がその集客力で言えば上なので、でもまあただ楽天やったらたくさん売らなあかんじゃないですか、はい、そうですね。僕らなんか1点に対してめっちゃ時間かかるようなもんで、はい、もう自転車操業でも追いつかへんようなあれなんですよだから逆にそのショップサーブみたいなとこ使う方がいいのかなと思ってたんですけど、具体的に言ったらトンボ玉みたいな、あのね、これからねちょっと子供予算の記念品とか手形とかね、はい、そういったのもやっていこうかなと思って、はい、ですからどれがいいんでしょう、僕ほんま迷ってるんです。ほんでそこへその契約したサーバーとか、はい、そういうとこって素材もあるでしょ、はい、で素材なんかもいろいろ引っ張ってこれたりとかするじゃないですか、あれねやっぱり充実してるとこがいいんですけどね。あ、うん、素材はでも素材他から取ってくる、まあ、他にも方法があるので、それよりも使い勝手の方が多分、やっぱり楽天が人気あるのは楽天のシステムですごい使いやすいんですね、管理がしやすい、またヤフーは違いますし、で他のショップサーブとかもあるんですけど、やっぱりちょっと使いにくいシステムもそうなんですかありまして、その使いにくいシステムは具体的に何どんなのなんですか。まあ、ショップサーブ僕使ったことないんですけど、その何だっけ、他にも安いサービスあるんですけど、はい、そのホームページを立ち上げておまけでついているようなカードとかですね、ああいうもので一応そこで、カードも使えますし、決済もできるんですけど、ただなんか例えばメールが投げにくいとか、やっぱり後処理とかってすごいいるので、それはやっぱり、モールのシステムに比べたらすごい、劣ってるかなっていうのはね。だから僕始めるとしたらやっぱり楽天あたりがいいんですか。楽天よりもヤフーですか。ヤフーショッピングは面白いんちゃうかなと思いますね、はい、ちょっともう本当に、マジなんですよこれ、はい、マジでせな僕やばいんですよ食べていけないんで、ぜひまた協力させてください、はい、ほんまにもう今ちょっとね、体制はだんだん整ってきてるんですけど、あとは僕の
商品作りだけなんですよ、みんな。それが一番問題なんですけど。それがまた春から忙しくなる。そうなんですよ。要因なんです。そうなん、そうそう、それもあるんですよ。で、できればもう4月からね、開設したいんですよ。だから、この2月中には、もう先に、やっぱり契約した方がいいんでしょうね。そうですね。もう、ちょっと行ってもらった方が。いいですよね。ちょっと、坂田さん、僕、明日、明後日ぐらい電話します。あ、はい。一時かからないんで、ええ、カート、物だけ持っといて、あとは写真撮ってアップできるような形を。そうなんですか。で、それはその間はお金かからないんですか。かからないですね。すぐします、すぐします。いや、そこでね、やっぱりね、はい、なかなか踏み切れへんかったりのはね、やっぱりどれにしたらいいのかっていうのがあったんで、はい、やっぱりその一からのショップサーブとかっていうのも、うん、ある程度は、うん、お客さん集めるシステムとかちょっと入ってるんですけど、はい、やっぱりヤフー楽天っていうのは、うん、モールに似てる分、うんうんうん、もうお客さんが言ったら繁華街と路地裏の違いぐらい、はい、なるほど、うんうんうん、繁華街に行った方がやっぱりお客さんにビラも負けるので、ええ、よう言われるのは、はい、例えばヤフーとか楽天入ったら、はい、名前はあるけどデパートの中の一商品やから、はいはいはい、それを見つけてもらうのなかなか大変やでっていうのをおっしゃるんですけど、はいはい、まあ、そういう今状況は状況なんですけど、ええ、ただお客さんが流れている方が、うんうん、やりがいがあると思います。やっぱりね、そ、迷ってたんですよね。だって月々はお金取れるなもんなんですか。どうですかね、楽天の場合はこういろんなシステム料とか全部含めると、はい、まあ、30はいかないですけど、結構2割以上はいかれる感じなので、うん、だからその楽天やったらどれぐらいですか。もう維持費というのか月々払う料金は。そうですね、月々まあ、3万円っていうコース、いろんなコースがあります。もっと低いのあります。低いのは1万5000円。その代わり1個あたり売れて、はい、ロイヤリティが多くなったりとか。あ、その今ロイヤリティ発生せえへんやつは、ヤフーショッピング、ヤフーショッピング、ヤフオクとかね、のショッピングもあるんですよ、ええ、そういうのから始められて、例えば写真を撮って撮りだめて、はい、ある程度売れるようになってから楽天とかやられても遅くない、うんうんうん、あ、そうですか、はい、やっぱりね、月々やっぱりね痛いんですよ、うん、そのそうです、ね、維持管理費とか最初が特にですね、うん、ね、やっぱり始めてからやっぱり3年はかかるって今まで言ってましたけど、それはやっぱりもっと早く行きたいんですけどね、うん、2年は我慢できる覚悟はいると思います。そうでしょう、はい、でそうなってきたらあんまり維持費が高いともう目減りしていくばかり で、 そ、 うで、ね、はい、うん、それもちょっと安いとこの方がええんちゃうかなとかね、うん、思ってたんですよ、うん、安く、しといてある程度まとまった商品をモールに出すのも一つの手かもしれないですね、うん、今度はその維持費かからんヤフーのショッピングのとこ使ったら自分で素材入れて完璧なネットショップにできるわけなんですよね、はい、できます ね、 ね、はい、あ、それちょっと教えてください、はい、俺もうほんまにね、ほんまにやらなあかんのですよ。もうケツに火ついとるんですよ僕ほんまに。だからちょっとすぐにでも、ああ、今日何曜日ですか、伊沢さん。月曜日か。今日です。で、今週中には僕は連絡させてもらいます。すんませんね、皆さん、見てはる皆さん、個人的な話ばっかりで、ほんま。それぐらいちょっと焦ってるということなんですけど。で、まあ、坂井田さんとしてはもう今後どうしていかはるんですか、方向としては。一応、ね、僕も、まあ、デザイン系のお仕事を始めて、はい、まあ、ウェブ以外にもチラシ作ったりとかいろいろあるんですけど、はい、もう10年ぐらい経ちですね、うんうんうん、なのでちょっと自分なりに、まあ、知識もまとまってきたので、はい、それをちょっと人に教えることもぼちぼちやっていきたいので、はい、今まで一人だったら限界があるじゃないですか、なので、まあ、何人かの人に手伝ってもらえる人を作っていって一緒にやりたいなと、はい、なるほど、はい、思ってます。素晴らしいですね。さすがやわ。みんなさっきそれぞれね、皆さんいろんな技術とか、ね、持ってはって僕すごいなと思うんですよ。いつもねここに来てくれはるゲストの方のお話聞いてたらものすごい面白くてためになって、でまた人脈いうかいろんなネットワークを作らせていただくことができるんで、僕もこういうイベントとかいろいろしてますねんけども、またご協力お願いしたいなと
思いますので、あのさっき話してましたね、あの 3D マッピング、僕あれ気になってるんですよやってみたいですね。やってみたいですよね、あれ面白そうねえ。予算もこれこれもさ、いやらしい話、これの問題ですわね。で今やっぱり 3D マッピングこうやってるじゃないですか、いろんなやってますから高いんでしょうね、きっと高いでしょうね、あれいう、そやからまあ高いしからみんなあんまりせえへんからまだ物珍しいんやけど、あれもっと価格帯が低くなってみんなやりだしたらね、またかってなりますよね、今やっとかんとねうん、でもあれはだけど本当にしたいなと僕本当思ってて、あとはまたガラスに向けてこうやったらいい、 3D マッピングですか、はい、物に何かのね、うん、あの、うん、それいいかもしれない、物とかにこう、うん、あのなんですプロジェクターをね当てて、はい、ええ、それに対して立体な映像を作っていくっていうのがあるらしい。あ、そうなんですか。だからガラスと光源に対して、あんまりですね、それをやると綺麗で、そんな YouTube 流したってんですよね。あ、そうですか、ね、それはありですね、ねえ、それいいですね、ねえ、そんなんやりたいですね、ちょっとね、また全然違う切り口でね、見せていけたらええなと思ったりしてるんですけど、またいろいろお知恵を貸してください、こんなんどうやるって面白いことなら、いや、もうお願いしますわもうほんまにまた珍優育て草もね、今年の5月の17、18ありますんで、またぜひ何らかの形でご協力願えたらなと思いますんで、はい、お願いします、お願いします。まあもう早いもんで、あと4分なんですよ早いでしょ、俺いつも言うんですけど、みんな緊張するわとか何話したらええねやろって皆さんおっしゃるんですけど、1時間って早いでしょ。早いですね、そうですね、ねえまあ僕これ3月の31日でこの番組終わるんですけど、またスペシャルね、まあ、先ほどもちょっと話してたんですけど、秋とか春にね、オールスター感謝祭みたいなやつオールスターあんなんでさしてもうたらなとは思うんですけど、うん、あんなまたスペシャルの時はぜひお越しくださいよ、ワイワイ、ね、そうそうワイワイねほんまにやりたいなと思って、まあ最終回まであと6回7回ほどなんですけど、ちょっとワイワイ行ってみたいなと思ってまして、座談会してみたいですね、みんないろんな異業種の、そうですね、いろんなプロが集まっとるんですもんねそれはすごい普段気づかないところがね、ねえ、面白いですね、ねえ、いろいろ、ほんでその中でまたね、こんなんしたらええんちゃう、あんなんしたらええんちゃういうて、ね、また出てくるかもしれませんもんねでそこでまたつながればね、ねえ、またいうことなんですよね、まあ本当にあともう3分ほどなんで、もうそろそろね締めようかなと思ってるんですけども、なんか最後にですね、視聴されてる皆さんにですね、お二人からメッセージいただけたらと思うんですが、うん、どうぞ。あ、告知みたいな感じでいいですか。あ、どうぞもう告知してください。ホームページ、まあ、作ってるんですけども、これから自分をブランディングしたいとかですね、まあ、例えば学生さんでもいいんですけど、はい、就職活動のために、うん、自分をこう、まあ、自分の思いをまとめたものを作りたいとかっていう人にも、うん、その自己ブランディングページみたいな制作も、今やってますし、はい、またその辺を、よかったらお話しさせてもらったら、はい、はい、ありがとうございます、はい、嬉しいです。伊沢さんお願いします。いっぱい音楽聴いていただいてそうですね、ライブとかもそうですし、はい、やっぱ音楽ってすごい生活の中にすごい必要不可欠なもん、うんうんうん、なくてもいいんですけれども、はい、ないとあかんかなと、うん、というものなんで、うんうん、もっともっといっぱいいろんなものをで、テレビから流れてくる、メディアから流れてくるものだけじゃなくって、うん、なんかもうどんどんみんなで開拓してもらいたいなとは思いますね。はい、ねえ、はい、まあ、ありがとうございます。またね、音楽談義は
どんどんしたいです ね, 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 ねまだちょっと足らんですけど音楽僕も好きなんでいろいろまたゆっくり話したいです ね, ね、はい、ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。で、まあ次回はですね、2月の10日で2週間後またこの時間にねお会いしたいと思います。ゲストはですね、大和郡山の顔でね、あの若きリーダーといっても過言ではない、あの現在現役大学生の伊藤聡さんで、それとですね、あの中川正七商店の前田美沙さんがですね、お招きしてですね、楽しい時間をお届けしたいと思いますのでですね、次回、またよろしくお願いしたいと思います。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。剛さん今日遊びに来た来週は、剛のカルチャー呼話がありますので皆さん、ぜひ見てください。はいではですね、それでは皆さん、カメラの前ですね、さよならとおやすみなさいと言いますので手を振ってください。はい、では皆さん、さよなら、おやすみなさい。これ今度間違ったらあかんね、配信ボタン押してからやね